もう弱いものを切り捨てます。竹穴が総理大臣になったとしては何をおっしゃられますか。これはっきり言いますけど、僕がねもし総理大臣になったらですね、もう弱いものを切り捨てます。弱者をもう徹底的に切りつけます。この2400人の中の8割切り捨てられるでしょ。もうあなたたちの生活の面倒は見ません。でも逆に2割だけにすごく優遇をしてきます。この2割の優秀な人間たちにいろんな投資をしてきます。その投資をすることでどん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 大きくなります。その大きくなったらね、最終的に雇用が生まれて、とにかくお金持ちに優しい国にしますね。ありません。お金持ちの人と話せる機会はありません。お金持ちはね、貧乏の方と繋がりたくないんです。だって、日本でお金を持ってると貧乏の方はすごく、ひがむじゃないですか。妬むじゃないですか。貧乏な人がお金持ち嫌いなのに、お金持ちは貧乏な方好きではありません。正直な話。だって、普通の人からすると、いや、お前、ネットフリックス見るのやめて、働けばお金なんて年収2000万、3000万なんて当たり前にあるでしょっていう感覚が、お金持ちの感覚だと思います。なのに、いや、お前、ネットフリックスで休日は何なんか飲み歩いて、休暇があったら、日頃のストレスが抱えてるから、それのね、今日自分へのご褒美だとか言いながら、自分に、よくわかんない、ブランド物とか旅行費とかそんなもん使って、で、それを事業に使えば、普通に事業ができるのに、それをやらないっていう、自己管理ができない、だらしない人でしょって思ってると思います。はい。僕じゃないですよ。僕は思ってないですよ。じゃああなたにいいことを教えてあげましょうか。家賃前払い制度を使ってます。例えば、だいたい1000万円利益が上がるんだったら法人でね、400万円ぐらいが多分あなたの納税額になると思うんですよ。だいたいね、400万円払って残りが600万円ぐらいしかないと。でも、この家賃前払いで、もしあなたがさ、50万円ぐらい家賃払ってんだと思うけども、オフィスの家賃50万円かかると。じゃあ50万円を来期の分の1年分を前払いしちゃいましょうと。そうすると600万円ドッカーン経費で、今期の決算で来期の費用なのに今期に落とせるんですよ。この前払いだと。そうすると600万円ドッカーン落ちました。残りは400万円の利益です。この400万円の場合は800万円だからね、法人税 25% になりますから、100万円程度。まあ住民税とか入れてもね、200万円がね、180万円ぐらいじゃないですか。今、これを見なかった人は1000万円利益が溜まって400万払ってたんですよ、あなた。今の、俺の言った通りのことをやれば、250万円ぐらいあなた得したわけじゃないですか。なぜ作ったかっていうと、この代理店の仕組みというものを、ガリューというスクールをやってますと、そこでいろんなものを学びますと、学んで終わりのやつ多いんですよ。こいつらが、なんで6割ぐらいしか所得が上がったって答えてくれないんですよ。4割のやつ、お前何やってんねんとか話じゃないですか。ね。4割のやつは、上げられないんですよ。学ぶはいいけども、それで満足して一歩目が踏み出せない。でも確かにそうなんです、皆さん。事業を作るときって、例えばコールセンター誰やるの？事業のホームページ誰やるの？事業のね、契約書とか、事業の、例えば営業だって、資料だって誰作るの？名刺だって誰作るの？これがいろんなことがあるんです。むしろそもそも決済会社通せないと。だからこの辺に足踏みしてなかなか事業できないやつが多いから、だから自分で作りますと。俺らが事業を作ってあなたはもう代理店だけやってくださいと。売ればいいんです。売れば俺らよりも、俺が入ってくるよりもあげますと。もうこれだけです。で、そこにはですね、例えばアプリ制作とかホームページ制作とか動画制作とか、まあニーズの高いものですよね。そういうものが売れるようになってる。これだけです、本当代理店。で、代理店って普通加盟金が何十万とか何百万とかあるじゃないですか。こんなの一切いりませんから。とにかく、やってくれという、気持ちで作っただけです。クラウドスタートアップって調べてみて、違法なことよりも、たちの悪い合法というものがあるんですよ。だから、例えばソフトバンクの孫さんだってパナマに会社作ってね、法人税もほぼ払ってないし、楽天の三木谷さんだってパナマに作ってね、でもあれで捕まりましたかっていうと、全員捕まってないんです。伊藤忠とかもね、伊藤忠がなんでパナマに会社を持つ必要があるんですか？これも合法なんです、皆さん。みんな全員が口を揃えて、パナマ文書がね、公開された時に、前者の候補が、節税のためとか、ね、税金目的のために作ったんじゃありません。なわけあるかよ、お前。パナマとかいうあのバカみたいに何もない国にね、会社を作って節税目的じゃないわけねえだろ、普通に。どんなバカでもわかることを当たり前なんで、でもこれは合法なんですよ。違法なことよりたちの悪い合法というものは世の中に本当にいっぱいあります。でも、ここで重要なのは、ルールをね、ずっと文句垂れてるだけでね、世の中変わると思ってるんだったらそうじゃなく、自分で買いに行くか、または自分でそのルールを使いに行くか、どっちかなんですよ。これみんなマジで聞いてほしいんだけども、まずね、年商1億円までは、とにかく黙って何か売れ。もう新しいものとか、自社で商品を開発するとか、自分で新規事業を作るとか考えなくていい。年商1億円までは、他人の商品をまず売れ。うちの代理店になってくれ。本当に。そしたらマジで何百万何千万余裕で来るから。で、年商10億円までは自分の会社で新商品を作ればいい。で、年商10億から50億の時はもう組織だね。組織とか人材をしっかりと入れてマネジメントして仕組みを作って、あとやらせると。
で、年収50億から100億になるのは多分もう現場から離れることなんだと思います。僕はまだね、40億ぐらいなんですので、組織をしっかり作って自分でまだ現場にいますけれども、やっぱりこのままでは100億いかないなと、年商でね、思ってますので、来期ぐらいはしっかりとね、まあ来期と言わず今期だね、今期は僕が離れるっていうことを徹底してやっていきたいなと思います。ドバイという国はね、貧富の差がすごく大きくあります。お金持ちが集まる国、ハワイとかと一緒ですね。観光客が集まって、でも現地の人はね、あんまり所得がないみたいなね。ドバイもですね、ドバイって移民が9割ぐらいですけども、めっちゃ安いんですよ。5、6万円で雇いちゃうんです、月々。しかも収録勤務なんですよ。めっちゃ安く雇えるんです、人が。で、飲食店とかやると、人件費がかかんないから、IT 企業並みに飲食店が利益率あるんですよ。ここで重要なのがね、俺目つけたのが、まあ、自分で飲食やるっていうのもいいんですけれども、ただ、ゴールドラッシュの時代ってさ、金を掘りに行く人間たちよりも、その掘りに行く人間たちにシャベルを渡したやつが一番儲かるっていう話があるじゃないですか。あれと同じで、ドバイでは飲食も儲かりますと。ね、不動産も儲かりますと。でも、ここで自分が飲食をやるんじゃなくて、飲食をやってる人にシャベルを与えようということで、Google マップと Instagram の事業をやってますけど、めっちゃバリクソ儲かりますね。なんでかって、利益率が高いから IT 並みに、その分構成員にかけられる、あれが全然ホットペッパーの10万円とか話じゃなくて、100万でも200万円でも全然構成員かけてくれるんで、全然違いますよ。海外の方が全然ありっす。砂漠で水を売れば1億円になるかもしれないけども、自動販売機で売ってるから街の水っていうのは100円で売れちゃうわけじゃないですか。だからどんだけスキルをつけるっていうことも大事だけども、それ以上に大事なのは、あなたのスキルをどこの地に置くかっていうこともすごい重要なんですよ。だから美容師さんなのであれば、日本でコンビニよりも多いと言われてる美容師の中に戦っても、たかが知れてるじゃないですか。であれば、海外で美容師をやった方が日本の技術のこの価値というものは上がるわけですよ。だから、もう一度言いますけれども、その自分で、持ってるスキルがどこで一番活かされるのか、それが都会なのか田舎なのか、それとも若いコミュニティなのか、年寄りのコミュニティなのか、それとも日本なのか海外なのか、いろんな軸で考えてここに置くべきだって言ったら、同じことをやってもバンバン儲けてる人というものは全然います。北海道のニセコとかもやばいじゃないですか。同じ日本食でだいたい5万円とかは取れるんですよ。そんぐらい違います。プレゼンってさ、皆さん30分聞けます？他人のプレゼンとか、そこら辺のよくわかんない、学校の頃もね、なんかよくわかんない人のプレゼントが1時間聞かされましたけど、プレゼント30分も聞けないんですよ。でも、あなたのネットフリックスとかさ、そういうそこら辺のドラマとかさ、それは24時間でも1日でも見れるわけじゃないですか。それはなんでかっていうと、ストーリーがあるからなんですよ。ストーリーがないものは、人は基本的に見てくれません、聞いてくれません。ということは、営業のコツというものは、資料を作るときすらも、プレゼンを作るときすらも、事業の説明をしようとするんではなくて、紙芝居を作るっていうイメージで説明をしていく。これが一個営業のコツだと思います。お金の取り方で大体事業だったりとか人の質って変わります。竹原さんをもし若手弁護士であれば、どのようなウェブマーケティングをしますか？普通に成果報酬でやりますね、やっぱり。やっぱ成果報酬がいいんですよ。もうね、お金の取り方で大体事業だったりとか人の質って変わります。で、いいサービスというものはサブスクで売られるし、いいサービスというものは成果報酬で売られるわけです。なんでかって自信があるから成果報酬なんでしょ？ね。だからそこの成果報酬をがっつりと打ち出したマーケティングの方がいいんじゃないですか。バカみたいなやつって本当に喋り方が本当に下手なんですよ。例えばさ、今の家族構成を答えてほしいんだけども、旦那は会社員で、妻は専業主婦で一軒家を購入しました。息子が一人で娘が一人います。ね。白い犬を飼ってます。子供は保育園に通ってます。ね。こうやって機能の説明をしていくよりも、うちの家族構成はクレヨンしんちゃんの家族と一緒です。って言ったらもう一言で終わりじゃん。さっきみたいにずらーっと長いような文っていらないじゃん。だからどんだけストーリーを作るかと同時に、どんだけその例えを作っていくかっていうのがめっちゃ重要になってくると思います。例えを作ることが営業資料のまずは作り方じゃないですか。例えの引き出しをどんだけ持つかだと思います。マクドナルドに行きますよね。マクドナルドに行って、カウンターの女の子が、日本で一番ハンバーガーを売るマクドナルドの店員だ。この人の時給っていくらですか？1000円ですよね。どんなに売らなくても、どんなに売っても、マクドナルドは1000円なんですよ。ね。なんでかって、もうカウンターに来る。その来る人たちは、そのまんま、ハンバーガーをレジ売って渡せば売れるわけだから。誰がやろうが一緒なんですよ。こうやって価値のないことをやってるという限りは、あなたには、やっぱり価値はつかないから、賃金は上がりませんと。美容師も一緒なんです。美容師も、結局、価値のないことをやりすぎなんですよ。
例えば美容師ってさ、何に価値があるかって提案に価値がつくんですよ。例えばさ、マクドナルドも、いやいや、これじゃなくて、これを頼んだ方がいいですよって提案するんであれば、その人に価値がついて、その人の給料上がるでしょ。でもそれがいらない仕組みがあるからマクドナルドは価値が上がらないんだけども、美容師だって、ね、ただこうやって来ました。ね、座らせました。そのままカタログ見てこれにしてください。切りました。以上。これって、1000円カットでもできるよね。なのに、ずーっとカットの練習してるんですよ。ちゃいますせと。お前の業務に提案がない限りは、お前の価値は上がらねえんだと。だから美容師で一番重要なのは、自分から提案しろよと。提案して、他とはない何かを生み出せよと。そのがないと。あんたらの美容師生活というのは、月給10万円台で終わりなんだよと。本当に思いますね。満腹の学生の、講義がありました。大学でね、もうランチ後で全員ランチを食べた後の講義ですと。そこで教授が言ったんですよ。今カレーを作るんだけども、誰かカレー食べたいかと言うと誰も手を挙げないんですよ。だってみんな満腹だから。でもそこで、いや、このカレーは野球少年が毎日毎日食べて、でいろんな人に野球に触れながらも今アメリカでね、プロになってメジャーリーグで頑張ってるこのお母さんのカレーなんだと。まあ、その野球少年の名は一郎という野球少年の名で、このカレー食べたいかっていうと、さっきまで誰も手を挙げなかったのに全員が手を挙げるんですよ。こういうような実験があるわけなんですけども、こういうふうにですね、ストーリーを語らないと物は売れません。営業はできません。日本の企業の悪いところ、僕の会社は基本的に無駄なことをどんどんやめていこうっていう削減タイプなんですよ。でも日本の公務員とかって減らないんですよ。都度こうやって増えていくだけなんですよ。だからまず一番重要なのは減らすという目的でやっていくこと。今の事業というものは、増やして機能を増やして何かタスクを増やして伸びる事業というものはないと考えてください。例えばリモコンだって一つにしろ、あんだけいろんなボタンがあるリモコンって皆さん全部リモコン使います？使わないでしょ。じゃあここで成功してるリモコン見てみましょうと。Apple TV だったりとか、Samsung TV だったりとか、ね。そこら辺のリモコン、ボタン何個ありますかって言ったら、5、6個くらいしかないでしょ、ボタン。そんぐらい削減するんですよ。日本のボタン見たら、20個、30個、40個くらいあるけど、それを5ぐらいにするんですよ。どんだけ削減していくか、ここがめっちゃ重要だと思います。うちのホームページ見てみてください。僕の会社のね、すべてのページのホームページが250文字以下になってます。これね、ツイッターが140文字になってる理由って、人の集中力って8秒から14秒しか続かないと、コマーシャルと一緒ですね。昔はコマーシャル30秒だったけど、今そのぐらいの集中力がないから、今のコマーシャルというものは15秒になってますよね。15秒のコマーシャルになってるっていうことは、人の集中力が15秒になってるんですよ。ということは、15秒で読まれるホームページ、15秒で読まれる文章、それにしないといけないんです。インスタのストーリーで発信するとき、ツイッターで発信するとき、インスタの投稿で発信するとき、15秒で読める文章ですかと。そんぐらい文章を簡易化しないと絶対にダメですね。だからどんだけ長い文章を書くって、長いことを書くの簡単なんです。誰だってできるんです、時間があればね。でもどんだけ短くそれをしていくか、どんだけ短いホームページを作っていくか、どんだけシンプルなサービス設計にしていくか、これが一番大事だと思います。竹花公式で本チャンネル、インスタ、TikTok でも毎日豆知識配信。